ビューフォードにはやはり三井、左のコーナーから阿部、いきなり決めてきた。ビューフォード自ら行くか、ニカがフォロー。今合わせましたね、はい、合わせましたね。やはりああいう風に高い位置からボールをプッシュしてくる、スタイルっていうのはビューフォード選手あの得意です。ビューフォードに渡します。三井がここで守る。2ポイント決まった。いやさすがですよね。ビフォード対ホーキンソン、中に入れたニカ、決めていきます。いきなり島根9点のラン。前田からモズリー、代わって入った熊谷が左のコーナー、栗原、あーカットした。阿部です。いいディフェンスでしたね。ミスマッチだったんですね。ニック・ケイ対熊谷、押し込んでいく。おー華麗なパス、白浜からニカ、押し込んだニック・ケイ。さあ点差を縮めたい信州。岡田がまた行くか、あここはニカがブロック。残している島根、安藤ここから打って、これを沈めてきた。素晴らしいですね。得点はまだ信州の2点のみ。これは決まった。さすがですね。ビフォードです。3-2のゾーンディフェンスですね、はい、切り込む、外に出して白浜のスリーポイント、射抜いてきた。行きましたね。時間がない信州、奪ったビフォード、完全にアウトナンバー。ここでオフィシャルタイムアウト。一方の信州の守りはどうか。安藤がここで打開します。タイムアウト明け、信州のポゼッション、熊谷切り込む、ブロックした、エペウヌ、ボールを残している。外に出して安藤、来てますね、射抜いてきました。今日来てますね。止まりません安藤。安藤、ニカから安藤、決めてきた。来てますね安藤。ウル初めてのフリースローです。エペウル35歳、 B リーグ初得点なるか。初得点です。フリースローで1点決めてきました。ホーキンソン、いいね、中に入れたマシュアキのブロック、今のがビフォードがボールコントロール、ウルから外に出して完全フリーだが中に切り込んでいく、押し込みましたね、アシストしました。最後まで分かりません。ただ島根がカットした、見逃しません。右のコーナーから津山、ファールはまだ2つです。ビフォードが走り込んできた。これで試合終了。島根スサノオマジック連勝です。名古屋ダイヤモンドドルフィンズを詳しく暮らし、さらには信州に乗り込んできて信州を倒しました。